僕らももうそういう判断でやってますので、これはどういう家宅捜査なんですか。これについても那覇署に全部問い合わせいただければ、はい、那覇署に、那覇署に。私たちが取材してる理由っていうのは、その米軍の廃棄物を本人が持ってるじゃないですか、でそれで世界自然遺産にもかかわらず死傷除去が終わってないよっていうことで、はいはい、本人がおっしゃってる通りの話ですね。でそれをあの本人明るみにしたいっていうことでこういうことを多分やってるのかなって思ってるんだけど、なんで昨日そういうことしたの、なぜその選挙中に、はいはい、でその人物に、っていう質問をしようとして、まあそれはもう終わった後に、今こういう状況だから、だから私たちと同じ疑問を持っての捜査なのか、いやそれはもう本人がその後にお話しすると思いますので、この中での話とか、全部それは別に本人は隠すあれはないと思いますので、それまではちょっと待ってくださいっていう話ですね、まあ、隠すどころか多分話したいんだよね、話する、すると思いますよ。そうですよね、はい、それなので今執行中なので、あの必ず答えは本人は喋ると思うので、今待ってくださいねっていうことです、で本人に以前取材したことがあって、でその時にはやっぱり銃弾、薬莢とか持ってるのにもかかわらず警察に通報しても、その世界遺産の中での死傷除去も終わってないのに一緒に拾ってくれないっていう言葉を漏らしてたんですよ、なぜですかね。それはもう僕らの判断ではわからないので、それに関しては県警本部に問い合わせていただくか、防衛局さんに問い合わせていただくかっていう流れになります。何大丈夫って今、撮影 OK って言ってる、驚いたんですけども、今日家宅捜索があるっていうのは、いやもちろんわからないですよ。わからなかった、はい、今回その銃弾を撒いたということで家宅捜査が入ったんじゃないかと思うんですけれども、どのぐらい家宅捜査が入ってました。時間は夜22時過ぎから警察官が合計で十数人いました。家宅捜査と言いますといろんなものがこう押収されるというイメージがあるんですけれども、今回どういったものが押収されたんですか。パソコン自体は中のデータのチェックはしていったんですけど、パソコンの本体自体はもう置いていったんですよ。まあそれ以外の携帯電話だとか iPad だとか、私の生活に関わる暗証番号とかパスワードとか書いたようなノートも持っていかれて、もちろん警察としては私が自民党から出ている選挙の候補者に対してばらまいた銃弾を探しに来てるんですね。事件として取り扱われたと思うんですね。はい、はい、そうですね。公職選挙法違反になります。選挙妨害っていうことで、選挙に関わる街宣中に私が銃弾を撒いたことで、まあ、一時的に皆さんをびっくりさせたとか、もう一瞬中断させたとか、そういうことが公職選挙法に触れるっていうことですね。結果的には選挙妨害になったことは私は認めていますけど、ただあの選挙妨害そのものが目的ではなかったです。そもそも銃弾っていうのは危険なものかなとは思うんですけれども、どうしてあえてその選挙期間中にばらまこうと思ったんでしょう。まず選挙期間中っていうことに関しては意識していなくて、今であれば議員が統一教会の方々と関係を持っていたということで話題にもなってるし、ニュースとして広がるんじゃないかなって思いがあってやりました。もしかしたら投げつけた相手が怪我をするかもしれないようなものを、なんでそれを選んだかっていうと、ヤンバルの森にはそういう危険なものが落ちている、しかもそれが回収もされず隠蔽されようとしている状態なんですね。日本政府が隠そうとしているだけじゃなくて、沖縄県警までもがそれを回収しないとして、通報があっても回収しないし、結局は現場に残され続けている状態なんです。可視化させるにはやっぱり安全な空薬莢をばらまいただけではアピールできないので、あえて危険な未使用の空砲を持ってきました。米軍は日米地位協定第4条で、あの返還する米軍基地の原状回復の義務がないので、そのまま汚しても返すことができるんです、でも本来は原状回復の義務がないイコール汚してもいいよっていうことではないので、それにもかかわらず汚して帰ってきた、じゃあ今度は国内法である跡地利用特措法っていうのがあって、それで返還された米軍基地をあの国が死傷除去、まあ、汚染とか、ゴミの除去をして、その上で地権者に
引き渡さないといけないっていう法律があるんですね。2016年に返還された約4010ヘクタールの北部訓練場森林地帯で長年日本が入れなかったにもかかわらず、たった1年で支所住居完了しましたって言って、うん、地権者に引き渡したんです、うん、で地権者に引き渡した後に、世界自然遺産に推薦するにあたってここを保護していますよっていう形を作るためにヤンバル国立公園に編入したかったわけですよ。返還地も含めてヤンバル国立公園にしようとしているところに私が米軍廃棄物があるぞっていうのを物証をって証明したんです。だけども世界遺産推薦っていう目的があるので政府は支所除去は完了しましたと言い張って、うん、そのままヤンバル国立公園にして、でそのまま世界遺産に推薦して、うんうん、で IUCN やユネスコも米軍廃棄物の存在を知ってるにもかかわらず、勧告だったり登録だったりを進めて、うん、今こんなにゴミがたくさんある森なのにヤンバル世界自然遺産になっています、うん、これは返還前に廃棄されたものではなく、ここが返還前じゃない、はい、返還後の2019年の9月末頃に発見した未使用の空砲なんですよ。発見した翌日に県警に通報して、うん、警察官に来てもらって一緒に、うん、あえてそのままにしておいたんですね、うんうんうん、で一緒に拾って、うん、その時点で340何発かを警察官と一緒に拾ったんです、うんうん、でなので警察官はつまりここにこういうものが捨てられてるっていうのはちゃんと分かってるんですよ。19年だったらそもそも返還されてるから訓練はないっていう定義。あ、そうです、はい、うんうん、まあこの上は米軍機は飛んでますけど、うん、この地上を使った訓練は行われてないはずなのに、うんうんうん、こういう物証があると、うん、あの実は秋野さんには昨年の7月頃高江の森の中まで案内していただいて、我々取材も兼ねながら案内していただきました。でどんな取材だったかというと、世界遺産に登録されたそのヤンバルのきれいになってるはずの森にまだ米軍の演習した後の廃棄物とか、あれゴミみたいなもの、あるいは弾薬も含めて、弾薬っていうのかな、まあ、薬莢みたいなものも含めて、はい、あるっていう状態を秋野さんが発見して、うん、それを我々も案内してもらって世界の方々にもお伝えしようという取材でした。その後8月に私たちは東アジア共同体研究所の UI チャンネルで、YouTube で配信もしております、はい、今回はその後どんな展開になっているのか、現在の状況も含めてですね、あるいはメディアからの秋野さんの問い合わせあったのか、国際社会にももっとお伝えしたいということも話してましたよね、はい、でそこら辺も含めて今日はお話をお伺いしたいと思います、はい、まずどうですか、何か変わったことありました？で一番話題になったのが自民党の選挙演説に銃弾を投げた件だと思うんですけど、その時も私現場で1時間ぐらい待機させられて、その間にこの警察の方でどうするかっていう話し合いがなされたみたい で結局私は逮捕されなくて、しかも実質は強制連行なんですけど、一応表向きには、任意同行という形の取り調べが行われて、でその日のうちに解放されたんですね。ばらまいた、一握り分はこの選挙カーのこの人が乗ってる台のあたりをめがけて投げたんです。でそのうちの数発は上に乗ってる人物に当たってます。でそれ以外はカバンに入っていたものを地面にばらまいて、皆さんがただの石ころと勘違いしないように大きな声で銃弾だって言ったんですよ。それで通報がすぐなされてパトカーがたくさん来てました。なるほど、まあ、普通であれば火薬も入っているやつをばらまいているので、うん、はい、これは逮捕されてもおかしくない。そうですね、仮にこれ火薬が入っているかどうかわからなかったにしても、
石こ例えば石ころ投げただけでも逮捕されておかしくないと思うんですよ、うんうんうん、にもかかわらず、その日のうちは取り調べだけでした。なるほど。で後に公職選挙法違反という名目で、うん、まあ、取り調べを受けた、はい、そうですね、ということですよね、はい、そこもあの新聞報道では私たちも確認をしてるんですけども、はい、まあ、いずれにしても、まあ、秋野さんとしては、うん、まあ、そういうなんか騒動に絶対なるわけですから、はい、で本人も逮捕されてもいいと思うぐらいの気持ちで、うん、そういう行動に起こすわけですよね、はい、それってなぜそこまでやります？あのヤンバル世界自然遺産を推してくる人たちっていうのは日本政府だったり、まあ、米軍だったり大企業だったり、有名人だったり人気者だったり、すごい力のある方々なんですよ。そこに対して権力もお金も持っていない一市民でしかない私が立ち向かおうってなると、普通のやり方じゃもうダメだっていうことに、あのいろんなやり方を試した上で、ああもうこのやり方合法的なやり方じゃ無理だって気づいて、それならば絶対に廃棄物の存在を否定できない状態を作ろうと思って、事件を起こすしかない、つまり私を罪に問うには、その私が事件に使った廃棄物の存在を認めるしかない状況を作ろうと思ったんです。なるほど。ということは本来のその鳥類研究家としての宮城明野 の、はい、うん、の活動みたいなのはまだまだできてない。いやもう一生できないんじゃないかって気がしてるんですけど、もう私はこれまで、蝶々とか昆虫とか生き物たちに、助けられてきたので、私は一生かけてでもやんばるの生き物たちを守るために行動しようと思ってるので。まあ、もしそれで、研究ができないんだったらもうそれはしょうがないなと思ってます。本来の自分のやりたいことがこうなかなかできない状態ってこれ相当でもきついですよね。日本の生物研究者とか自然愛好家が一緒にやってくれれば仕事を分担できるので、そうすれば当然私も少ない時間かもしれないけど生き物の観察とか研究に時間を使うことができるんですけど、傍観者となっているので結局はもう私が全部負担、あの私一人とは言わないですけど、まあ、多くを負担している状態になっています。昨年ですけれども、はい、まあ、新聞報道にもあったんですが、うん、北部訓練場、ヤンバルの北部訓練場で米軍が歩行訓練をしていて、はい、それで新聞報道によるとその銃を抱えているもんですから、はい、たまたまそこに秋野さんも行って、はい、でこの秋野さんもまた撮影をしているのがありましたよね、はい、まあ、米軍は道に、ま、迷ってそれでみたいなことも話してましたけども、はい、その時の状況みたいなの少しお話し できますか。メインゲートよりも、ちょっと北の方の県道沿いで米兵たちが休んでるところを見つけたんです。でそこで抗議を始めたんですね。私は、このことが正常期新聞に私の名前入りで掲載されたんです。なのでアメリカでこの沖縄のやんばるで、米軍の訓練に対して抗議をしている住民がいるってことが報じられたことは良かったなと思っていて、でさらにはアメリカ、あのヤフーのアメリカ版でも報じられました。そのコメント欄では、この沖縄にある基地の是非についてのあの議論がなされていました。結局はこの全く地域住民に対しての配慮もなされてない。まず迷ったっていうのは嘘だと思うんですね。あの明らかにここから出てきたっていう場所にこの野戦食の袋がたくさん捨てられていたんです。なのでここから県道に出るから今でゴミ捨てていこうっていう感じで出たようにしか見えないんですよ。
故意に剣道には出たんだろうなって気はしています。基地の外でまでやりたい放題をさせて、それをやっぱ黙認するっていうのは良くないので、やはり抗議をして、あの意思を示さないといけないなと思いました。今後どうします？ワールドヘイテージウォッチという団体の、報告書に掲載されたんですね。その報告書の内容は、世界遺産事業に関わっている方々、IUCN とかユネスコで世界遺産の事業に関わっている方々に情報が共有されることになっているので、ヤンバルの森の現状がそのレポートによって、やっと世界の関係者に届きました。ただ、一般の市民の方々にはまだ届いていないので、今後は関係者だけじゃなくて、より広く世界の方々に、ヤンバルの森は世界遺産に登録されているにもかかわらず、実は政府が隠蔽しようとした米軍廃棄物が残っているってことを広めたいと思います。とりあえず火薬類取締法違反でも起訴され、火薬類取締法違反でも書類送検がされることが決まっているので、それが起訴されれば裁判の中でヤンバルの現状を広めていくし、で今世界遺産、今、ワールドヘリテージウォッチリポートにも載ったわけですから、でさらには沖縄防衛局がイデア株式会社に委託して、廃棄物撤去が始まってるので、まあ、そういう事実を示しながら、日本政府が米軍廃棄物を隠蔽しようとしていたという事実を突きつけて、で、世界遺産で、もその米軍廃棄物がこのあることが隠されているから、ちゃんとここに残っているってことをみんなに知ってもらい、それを完全に、全ての森の廃棄物を撤去させて、でさらには返還地に米軍廃棄物があるってことは、現行の北部訓練場の中にも米軍廃棄物があるってことなので、つまり森をきれいにするにはもう北部訓練場を撤去するしかない。北部訓練場があれば米軍機も低く飛ぶし、米兵たちの訓練も行われて、生き物たちの平穏な生活が奪われるので、もう最終的には北部訓練場を撤去したい。まあ、だけどまずは米軍廃棄物の問題から、解決させたい、していきたいと思います。何十年後に土の中からこんなドラム缶が見つかりましたとか、そういうのはもう嫌なんですよ、うんうん、とにかく今しばかってるんだから、今すぐ調査をして今すぐ解決したい。もうこの一つでも多くの命を、まあ、守りたいという言い方はおかしいですけど、うん、この犠牲にしないようにしたいなと思ってます。